現在のバヌアツの位置、現在のバヌアツの地図。ニューヘブリディーズ諸島は、南太平洋、バヌアツの主要部を構成する諸島。バヌアツの独立前の故障でもある。この名は、スコットランド西方のヘブリディーズ諸島に由来する。メラネシア・ソロモン諸島の南東方に連なる。1606年に、ペドロ・フェルナンデス・デキロスが到達しており、18世紀には、 ジェームズ・クックも一時上陸している。1887年にイギリス・フランスの領海軍艦下となり、1906年に両国の共同統治となった。この共同統治は1980年にバヌアツが独立するまで継続した。諸島は南北方向に分布しており、統計168度付近、何15度から20度にかけて分布する。首都は、 面積約3956平方キロメートルで、初島最大のエスピリトゥサント島であり、ついで、マレクラ島、エハテ島、エロマンガ島、アンブリム島、タナ島などが存在する。火山活動によって形成された島が多いが、すでに火山活動は停止しており、海岸部にはサンゴ礁が発達している。火山であったことから、島の標高も高く、 エスピリトさんと等の田部上正菜さんは標高1878メートルとなっている。熱帯雨林気候であり、諸島の7割が森林に覆われている。ありがとうございます。